日本の記念貨幣、本校では、日本の記念貨幣について解説する。日本の記念貨幣は1988年3月までは、補助貨幣、臨時補助貨幣とある効果として発行され、それ以降は、通貨の単位及び、貨幣の発行等に関する法律に基づき、貨幣として発行されているが、補助貨幣時代は元より現在も、本位貨幣ではない。 その発行は閣議によって決定される。ただし、以前は特別法を制定して発行したこともある。日本での記念貨幣は、1964年の東京オリンピック記念1000円と100円の銀貨幣が発行されたのが初めてである。2008年6月までに52種が発行されている。なお、貨幣では、鋳造元、 造幣局のウェブサイト等での表記に習い名称を記載するが、国印上の表記とは、文字が異なる場合がある。例、年号、年数について、国印では、関数字を用いる、周年でなく単に、年とする、など。なお、千円銀貨の発行に際しては、口述のように、特別法を国会で成立させた。日本の記念貨幣の最高額面は10万円だが、 これが額面と原価の差が大きかったために大量に偽造されて大問題になった。その後、天皇陛下古即位記念10万円金貨や交代し、殿下古成婚5万円金貨発行されたが、額面あたりの金の重量を増やしたほか、シリアルナンバーが振られたケースに収納して販売された。長野オリンピック記念金開以は、額面一万円が最高額となったが、べての金貨及び銀貨が、 額面以上の価格で販売される収集型貨幣となった。日本ブラジル交流年及び日本人ブラジル移住100周年記念の500円効果は本来2008年3月に発行される予定だったがブラジルにおける日本人ブラジル移住100周年に関連する記念事業の開催日程の事情を考慮したため6月に変更となり またすでに鋳造が完了していたにもかかわらず、表面の図柄に予定していたサンパウロ州サントスの日本移民ブラジル上陸記念碑について、著作権問題が発し、急遽図柄をカサトマルトブラジルに変更して鋳造をし直し、2008年6月18日に発行された。効果が鋳造後に図柄を変更して発行される例は、日本では初めてで、他国においては、 イタリアのセンリレ効果の国境専門内で回収して再発行した例があるが極めて稀な事例である。なお、この効果は日本の貨幣として英語以外の言語、ポルトガル語で記念名表示された初めてのものである。1970年の日本万国博覧会記念から1975年の昭和天皇ご即位50周年までの4種の百円白銅貨は 直径及び重量が異なっており、最小通常百円と同じの四点八グラムから十二点零グラムまでのバラつきがあった。五百円記念貨幣も九百九十二年発行の沖縄復帰二十周年記念までは、通常の五百円硬貨よりも一回りサイズが大きかった。しかしそれ以降の五百円記念硬貨は、中部国際空港開港記念、銀貨と、 地方自治法業60周年記念貨幣、バイメタル化を除き、通常の500円貨幣と材質と重量が同じである。そのためこれらは自動販売機でも使用できることがある。ただし、最新のイメージセンシングを行う自動販売機においては、コインの図柄が登録されているので、これに合致しない記念効果は認識されない。2003年に発行された第5回アジア陶器競技。 大会記念千円銀貨以降の千円の記念銀貨はすべてカラーコインで発行されるようになった。欧米、韓国、台湾と異なり、日本では肖像硬貨、国家元支給、著名人問わずが発行されたことはなかった。2010年にようやくシリーズとして発行されている地方自治60周年記念の硬貨で高知県の500円硬貨の図柄に坂本龍馬の肖像が 日本の効果における著名人をあしらって初めてものとして登場し、その後も大隈重信などが登場している。理由としては、東アジアでは戦火を癒やしいものとみなす伝統的意識が存在するためであると思われる。皇族のお顔が手垢にまみれるのは好ましくない、恐れ多いという説明。現在の日本では年貨兵が流通することは考えにくいががなされることもある。 そのため、天皇陛下御在位五十年記念課では、皇居正面、二重橋、皇太子殿下御成婚記念課では、津貝つがいの鶴が描かれた。それどころか、モチーフ的にあしらった人物は別として、大きな肖像がコインの表面に描かれたのは、花と緑の博覧会記念の五千円硬貨が唯一の例であった。これとて花の女神フローラになぞらえた少女像であって、 特定の人物の肖像ではない。このように、日本では人物の肖像を描いた効果が馴染まない土壌があったと言える。日本では、貨幣の発行根拠としてシな事変、日中戦争勃発後に制定された臨時通貨法、昭和13年法律第86号による臨時補助貨幣として発行されてきた。また、それ以前は、進貨条例、 明治4年外情館布告第267号及び明治30年法律第16号で規定された本位貨幣及び補助貨幣として発行されてきた。臨時通貨法は市な事変終了後1年まで、その後大東亜戦争、太平洋戦争終了後1年までに変更という期限付きの次元立法として施行され、第二次世界大戦後も、 抜本的な改定は行われず、期限の廃止及び臨時補助貨幣の額面が追加されて存続したが、記念貨幣の発行に関する規定は存在しなかった。そのため1964年、昭和39年の東京オリンピック開催を記念して初めて記念貨幣を行するにあたり、1000円銀貨を発行するためにオリンピック、 東京大会記念のための1000円の臨時補助貨幣の発行に関する法律、昭和39年法律第62号という特別措置法を制定したが、1000円という当時の高額貨幣の10倍の額面にもかかわらず、臨時補助貨幣としたのは、このような事情があったためである。その後、発行された記念貨幣は100円、ないし500円とされたのは、 閣議で発行を決定できたためであったが、銀貨と金貨は発行されなかった。しかし1986年、昭和61年に、昭和天皇在位60年を記念して、記念金貨と記念銀貨を発行する際には、またも、天皇陛下御在位60年記念のための10万円、及び1万円の臨時補助貨幣の発行に関する率、昭和61年法律第38号という、 特別措置法が制定されたが、10万円と紙幣でも、発行された実績もない高額にもかかわらず、臨時補助貨幣とされた。これらの矛盾を解消するために、1988年、昭和63年4月1日に、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律、昭和62年法律第42号が施行され、貨幣法及び臨時通貨法のほか、 上記の特別措置法を含めた関連法が合わせて廃止されている。なお、この法律では旧法及び関連法の下で発行された記念貨幣はすべて法定通貨として有効と規定されている。現在では通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第5条で以下のように記念貨幣のための枠面のものについては閣議決定で発行できるとされており、 発行枚数は、政令で定められる。道場を受けて、通貨の単位及び、貨幣の発行等に関する法律施行令、第3条は、次のように定める。記念貨幣の発行枚数は、この政令の改正、別表第3の改正として定められる。また、記念貨幣、プルーフ貨幣で、額面価格を超える金額で販売するにあたり、通貨の単位及び、 貨幣の発行等に関する法律第十条は次のように定めている。なお、1990年、平成2年の天皇陛下ご即位記念10万円金貨、1993年、平成5年の皇太子徳人新郎殿下ご成婚記念5万円金貨を発行する際には、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律に定まられた額面以上のため、 天皇陛下ご即位記念のための10万円の貨幣の発行に関する法律、平成2年法律、第29号、皇太子徳人親王の婚姻を記念するための5万円の貨幣の発行に関する法律、平成5年法律第33号、という特別措置法が制定されている。上記は貨幣単品での販売価格である。他にもプルーフ貨幣仕様のものや、 ミントセットや金銀貨セットなど様々な形態で販売されたものも存在しており価格はそれぞれ異なる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。